それで先生先生って言われたんですよ、代議士になって、ね、はっきり言いますけど政治家になってるやつって男もそうだけど格好悪いやつとか多いでしょ。最近なんとか女にモテたいかお金が欲しいか先生って言われたいかなんですよ。私なんかね、もともと吉野先生だったから吉野になってるんですよ。今回のフォトグラフは、参議院選挙に今回のフォトグラフは参議院選挙ということで、選挙ポスターについて語りたいと思います。ちなみに僕も選挙ポスターは何回か撮らせていただきまして、落ちた方がいらっしゃいません。それが僕の質問です。ちなみに今回の参議院、まあ小さなところで言いますと、小さなお話ですが言いますと、田中健さん動物愛護党です、小畑春彦さんがこれがビーガン党、天命党というね、なんか日本で唯一のビーガン政党とかいう話なんですけど、ホームページに動物愛護とか一切書いていません。あとは、健太郎さん自民党じゃなかったらいるんですけど、残念、僕自民党嫌いなんで、NHK とも立花さんが好きですが、今回の目玉は何といっても参政党です。僕は生稲さんも本当にもうタレントさんやめてください、タレント議員っていうのをやめてほしいんですけどね、自民党。ただこの川西、僕の一押し参政党川西さんの選挙ポスターがあまりにもちょっと人間みたいな顔になってて、僕に撮らせてくれればよかったのにって感じです。まあ文化芸術を守り育てる猪野さんですか。まあいいですね。あとは五体不満足の方に、車椅子で足を引かれてから大嫌いで、そのお付きの人がすごい態度でかいんですね、この人って。でまあご存知の通りいろいろ問題ありましたので、みんな忘れてるかもしれませんが思い出してください。全ての子供に1000万円、面白いことを言いますね。蓮舫さんも硬いでしょうね。竹谷さんもこの写真って相当古い気がするんですけど、昔から同じ写真ですよね。まああと山本太郎さん、わざわざ衆議院からのくら替えということで、面白いですよね。まあ、ちなみにガーシーさんの方は、比例ですのでここには載っていないです。
まあ、あ、1966年生まれ、僕と一緒です。動物愛護党田中健さんです。だ、ちなみに写真は悪いんですけど、サンセット川西宮さん、絶対これ生顔のがいい方なんで、ちょっとこの写真はひどすぎます。死んで言ったら山添さんなのかな。健太郎さんもいいかもしれないですけどね。ということです。書いてあるのって撮影したくなるんですけど、逆にそんな性格の悪い石島でございます。そういえば昔を今日が、選挙に立候補してた時に、うちにもピンポーンって言ってきて、ぜひ何々、うちのところは上優さんじゃなかった、誰だったっけな、が立候補なされてまして、象の信者の皆さんが象の被り物をかぶって、風船を身につけて選挙運動をしてたことがありました。当時のその政党の名前は忘れたんですけど、大体政党の名前を見ると何を中心に、考えているかっていうことがよくわかります。大体うさんくさいのが命とか、天とか愛とか、そういう抽象的な漢字、名前をつけている宗教団体っていうのは大体うさんくさいです。本当参政党一押し、何度も言ってるんですけど、僕政治に参加すると参政党ってすごい名前いいなと思って、もちろん自由民主党っていう名前もすごいいい名前で、共産党は本当に名前で損してるなと思います。そんな共産党といえば中国のが有名で、日本共産党はそういうところではないらしいんですけれども、中国共産党があるがために共産党という名前が名前をつけて損していると思います。暑い季節がやってまいりました。嘘の正義を。
結構土曜日なんですけれども、いろんなところで各政党が外戦者で選挙をしています。反対側にも、昨日発売の週刊新潮に参政党のことが出てました。不倫を容認する参政党って書いてありました。不倫を容認してるんじゃないの、そんなことよりもっと大事なことがあるんじゃないんですかって言ってるんですよ。人の命のが大事でしょ、この国が救われることのが大事でしょ、この国を売っちゃいけないんでしょ、そういうことを言ってるんでしょ。なんでそんなこと書くんですか週刊新潮、おかしい。そんなのはあなたたちこそカルト週刊誌ですよ。本当に正しいこと書かなきゃ意味がないでしょ。そうやって自分たちが本が売れることしか考えてないんだよ。今だけ自分だけお金だけなんだよ。週刊誌とか新聞社とかテレビ放送っていうのはもちろん利益も上げなきゃいけないけども、公共性が高いんだから、自分の週刊誌が売れればいい、週刊文春より新潮の方が売れればいいっていうところで商売しちゃダメ。そんなのはちゃんと国民の知る自由とか権利っていうのがあるんだから、それをやりながら競争するんだったらそれは素晴らしいことでしょう。だけど嘘書いてね、捏造してね、変なことやってると、もうね恥ずかしくないんですか。本当におてんとさんが見てるのにそんな本出してて恥ずかしくないの、本当に恥を知れ。テレビ局もそうですよ。今こうやって YouTuber の皆さんがたくさん撮ってくれてるけども、あなたたちだって YouTube 見るんでしょ。我々が見たときに自分たちがこういう仕事をしてて本当に恥ずかしくないの。子供の前で私は朝日新聞テレビ朝日社員です、胸を張って子供に言えるの。私は NHK の職員ですけどって言って本当に子供とか孫に立って胸を張って言えるんですか。お父さんの仕事は報道しない自由を使って正しいことを隠蔽して日本が沈没してるに加担してるんですよ。そうやってお父さん言えるんですか。言えないでしょ。言えないことをするのやめろ。本当にこの国を守りたいなら、あなた方が保守だって自民党が言ってるんだったら国を売るのはやめなさい。靖国神社に行ってるからって保守って言うな。靖国神社に行っといて中国に土地や下水道上水道を売ってるんだったらそんなの保守じゃない。保守だって言って結局北海道だってそうですよ。ウポポイ村とかそんなの作ってもうね、勝手にアイヌ人が、我々日本人が先住民族を虐殺して、そして彼らが困ってるっていうそういう嘘のストーリーを作ってるんですよ。琉球民族にも同じことをやってる。さ、確かにもしかしたらものすごく少ない数があったかもしれない。それはコロナウイルスで実際死んだ人が1700人いたのと同じだけども、年間140万人死んでるからすればそんなところに何十兆円も使うとこじゃない。そういう弱者を使って利権を作って、そしてお金を儲けてやったりとかっていうのがもう自民党の方向がひどすぎる。そうでしょ。弱者を見つけて嘘をついて利権をつけて、そして自分のその支持者たちがいる露天会社が儲かるようなことをして、結局その自分のまた利益が入ってくるっていうのをやり続けたこの自民党が、特にこの30年こうなってる。だから彼らがやればやるほど国が貧しくなって、我々が貧乏になって、食料自給率が下がって、そして外資に株を買えてるぐらいだったらいいけど、水源まで買われて上下水道まで買われてどうするんですか。
どうやって私たちは水を飲んだりとか排泄物出したりすればいいの。そんなことまで取られちゃったら本当にこの国なくなってしまいますよ。皆さんそうでしょ。だからこのことを皆さんにお願いがあります。皆さんはもうこういうことを知ってしまいました。真実を知っています。力がある人はその力っていうのを自分の利益のために使ってはいけない。お金を持ってる人はそのお金を自分だけが儲かるように使っちゃいけない。知識がある人もそう。その知識を自分だけが幸せになるのはやってはいけない。これは604年に聖徳太子が17条憲法の1、2幕に書いてあるところです。人皆たむらありと、悟れる人少なし。だけどもこの強い人はその力を使っちゃいけないってやってるから、日本には奴隷がなくって、奴隷制度がなくって、みんなが豊かになっていたのに、今我々は奴隷ですよ。でこういうことをマスコミを使って、報道しない自由を使って、ほとんどの人が分かってない。じゃあどうするんだと。もうあと残りも9日しかない、今日入れて。そうするとここにいる人たちだけで内輪で盛り上がってもしょうがないから、皆さんは知ってしまったんです。知ってしまったというそういう強い力を持ってるんです。その力を自分だけに使わないでください。皆さんにはちゃんと知ったものとしての義務があります。それは知らない人に参政党の事実を伝える義務があると思っています。じゃあどうしたらいいのか。参政党知ってますかって言ったら気違いだと思われちゃいます。あ、言っちゃいけない、気が狂ってると思われます。なので皆さんがやることは、例えば今日のこれでもいいです。今日も YouTuber の方が見てくださってるから、そこのアドレスを貼り付けて LINE とかで送って、これ見てみて、面白いよでもいいです。それをできれば1日5人ずつぐらいやってください。で、目的は参政党の支持者を増やすことじゃないんです。繰り返しますけど、この国は本当に終わりそうなんですよ。先ほど皆さんも言ったけど、僕も本当に心肺停止だと思います。ほっといたら本当に死んじゃうと思います。だって言論の自由がもうすでになくなってるでしょ。飲食店たくさん潰れてるんでしょ。自殺した人がいっぱいいるんでしょ。で、この前だったら12万人死ぬんでしょ。これ次の選挙まで、今回もし参政党が一人も入らなかったら3年後までこのまま続くんですよ。それで本当に皆さんいいんですか。あとチャンスは9日しかない。ここで何が何でもちゃんとこの国を救わなきゃいけない。議員に入れるのが目的じゃない。それは単なる通過地点です。なったらなったで、今度は我々が国会の中に入って国政調査権を使って、衆議院議員参議院議員は持ってるから、それで岸田総理とか担当大臣だった河野太郎さんに、これどうなってるんですか、あなたが言ってるのと全く違うじゃないですか、証拠ありますよ、どうやって責任取るんですか、これだけの人が死んでるのになんで知らん顔してるんですかって言いに行きますからね、我々は。そして少しでも鬼が目を覚ましてもらいたいとも思ってます。日本は昔話があります。お年寄りの仕事は子供たち孫たちに昔話してあげることです。これが大和魂なんです。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に行きました。どんぶらこどんぶらこって物が流れてきます。全部やってるから佐野さんになっちゃうから、桃太郎が大人になった時から話をします。そうしたら犬と家族傷を連れて鬼ヶ島に行くんですよね。本大事に鬼は何をしたんですか。悪いことをして金銀財宝をみんな奪ってるわけですよ。自分たちさえ良ければいいと思ってやってるわけよ。金を盗んで、桃太郎は鬼を成敗しました。殺さなかったんですよね。反省して金銀財宝を取って、それを持って帰ってみんなに分け与えて、みんなが平和になりました。力がある桃太郎は自分のためにその権力も使わなかった、腕力も使わなかった、その権力も使わなかった。そして鬼をちゃんと改心させて真人間に戻したんですよ。我々が次の仕事は、今頭がおかしくなっちゃってる自民党公明党を中心とする与党、そして官僚、この人たちをちゃんと真人間にしなきゃいけない。だって彼らは経験もあるし能力も本当はあるんだから、彼らの方が圧倒的人数が多いんだから、我々は鬼をちゃんと人間に戻していかなきゃいけない。鬼滅の刃じゃないけども、もっと前に桃太郎があったんですよ。そういう話が浦島太郎だったり金太郎だったり桃太郎だったりするんじゃないですか。みんなそうやって昔の子たちはおばあちゃんおじいちゃんから話を聞いて大和魂をね習ったのに、こうやって家族が分断交差されて、ね、子供は子供だけで遊ぶ、塾行ってきなさい、若い人たちは働きなさい、子供は面倒見ないで保育に入れときなさい、帰ってきたら学童保育ください、離婚したらお母さんが一人で働きなさい、ね、子供一人でおばあちゃんの面倒もいないでお金稼ぐのも精一杯、
年寄りになったら年金で暮らすのが当たり前、ゲートボールやって旅行行って何にも孫の面倒もいない、こんな風になっちゃったんですよ。年寄りの仕事っていうのは何だ、一生懸命働いたからあと休憩するんじゃないの。ちゃんと大和魂というのが文化を孫とか子供たちに伝える、それは老人でなきゃできない。年寄りにはそれをやってもらいたい。それからちゃんと保育園なんか偉くていいから面倒見てやってくださいよ。そうするとお金もかからないでしょ。もちろん保育園に入れなきゃいけない時もあるでしょう。それはそれで行ってもいい。だけども何にもしないで暇で遊んでるんだったら、テレビだけ見てるんだったら電力も食うし、孫の面も見てください。子供もおじいちゃんおばあちゃんの方に遊びに行ってください。そうすればたくさんいろんな話が聞けるから、年寄りにとって自分の経験を語れるほど楽しいことはないんですよ。そういうふうにしてみんなで仲良く、どの世代もやる仕事があるんだから暮らすんです。こういうのを取り戻すんです。それが参政党の最終的な目的なんです、皆さん。だからそのために誰かが地位にならなきゃいけない。沢西さんもそう、私もそう、侍ですよ。自分のことなんてよりもこの地球のこと、日本のこと考えてる。皆さんに同じことをしてくださいとは言いません。私も川西さんもそういう意味では皆さんにちょっと強いと思う。だからその能力は自分たちのためには絶対に使えません。だから皆さんがちゃんと党員を増やしたりとか、投票に行く人を増やしたりする、ちょっとの努力でいいから、このあと残りの9日間やってください。そうしないとこの国が壊れちゃうんです。だから真剣に本気でやってください。あそこでお天道様は見てます。今回この人生に、この日本に生まれてよかったと、このタイミングで生まれてよかったと、この国難の時にこんな小さな私でも、こんな僕でもこの国を救うことができる、生きててよかった、絶対後悔がない、本当にこの国のために働いてよかったと、そして死ぬ時にちゃんとやりきった、全部ちゃんとやりきった、どこでも手を抜かなかった、孫や子たちもおじいちゃんみたいになりたい、おばあちゃんみたいになりたい、そういうふうに言ってもらって、今回の人生を終えて、そして天に行って、そしてこの令和4年の7月1日にもう一回上から見て、今自分が何をしているのか、あの上からもう一回自分を見てみましょう。その時に本当に後悔しない人生を歩めてよかった、そんな人生をみんなで歩みましょうよ、皆さん。ございます。お疲れ様でございます。今日は時間がないということで質問ができなかったんですけれども、うちの愛妻は串田さん推しなんですね。なぜかというと、動物愛護ということで、動物愛護を声高らかに、というか動物愛護のことしか言ってないというのが重要ということで、串田さん推しなんですが、僕個人的に思うに、一人の方だけですと、その串田さんが倒れてしまった場合、終わってしまった場合というのは一人も残らなくなっちゃうんですね。その動物愛護を訴えている方が、動物を物として扱っている現状が変えられない。で、僕が思うに、あの党ごと政党ごと変わらないと無理だと思うんです。で、串田さんの政党は大きすぎます。で、僕が一押ししている参政党、なぜ何がいいかっていうと、出来上がったばかりの政党で、いや、まあ、あの動き自体は昔からあるらしいんですけど、立候補したのは今回初で、でまだあの党則、党則じゃないですけど、党則がまだ決まってないらしいんですね。で、これから党員によって党則、それをこねてから、国会に持ち込むということですので、動物愛護に関しても原発に関してもまだまだ何も決まっていない。決まっているのは、3つの柱、簡単に言うと、玄米食って日本人を守れという
ことと、あとまあいろいろワード2つなんですけど、ということで、投票日前もずっと投票、期日前投票やってますので、ぜひ投票に行ってください。それぞれ思う政党に投票してください。てな感じで、投票日7月の10日午前7時から午後8時です。それまで期日前投票っていうのがありますので、ぜひ投票に出向いてみてください。ということで、また次回フォトグラフスでお会いしましょう。アリデベルチ、チャオ。アリーベデルチ。